アメリカンなメイク、大谷翔平のマミコ夫人。美貌だけじゃないライフスタイルの変化。MLB のシーズンも後半戦に突入した大谷翔平。来春には日本での外戦試合が行われることが決まった。写真、さらに美しくなったゴージャスなドレス姿が話題のマミコ夫人。来年3月18日。 19日にドジャースの開幕戦を東京ドームで行うことが発表されました。来年、大谷選手は投手として復帰予定で、二刀流として外戦する可能性が高い。また、対戦相手のシカゴカブスには、昨年の WBC でチームメイトだった、今永翔太投手や同学年の鈴木誠也選手が所属しているため、投打での日本人対決にも注目が集まります。スポーツ指揮者、 イカード。レッドカーペットショーが話題に。ドジャースの大谷として日本で試合をするのは初。今から楽しみだが、7月17日のオールスター戦ではスターぶりを見せつけた。ナショナルリーグの日本 DH で出場すると2打席目で3段ホームランを放ちました。大谷選手はこれがオールスターゲームでの初本塁打でした。日本人メジャーリーガーでは、 一郎さん以来二人目で、作声での本塁打は初です。試合でもファンを沸かした大谷は、試合前にも夫婦で多くの人の視線を釘付けけにした。恒例のレッドカーペットショーに登場した大谷選手は、アンバサダーを務めるヒューゴボスのブラウンのオーダーメイドスーツを着用。裏地には様々な表情をした愛犬のデコピンが描かれている特注のスーツで、 観客もびっくり。一方のマミコ夫人は、ボスの白いドレスを着こなしていました。マミコさんの内面的な変化。夫婦揃って、公の場に登場するのは、5月に行われた、球団のチャリティーイベント以来、久しぶりに表舞台に姿を現したマミコ夫人に SNS では、メイクが変わった。アメリカンなメイクになっている。という声が上がっていた。 では、実際にマミコ夫人のメイクはどう変わったのか。美容ライターの夏目園さんに話を聞いた。5月のイベントの際は黒のドレスなのでシックにまとめています。マットな肌で上質かつクラシカルなイメージです。一方で、今回は華やかでゴージャスな白のドレスに負けないように、目鼻立ちをはっきり見せるメイクが印象的でした。 日本人は欧米人と比べると骨格的に平坦な顔立ちですから鼻や頬にハイライトを入れて立体感を出していますメリハとツヤがあるアメリカっぽいメイクではあるのですがやりすぎると日本人には強すぎるのでマミコさんの骨格に合わせたメイクにされていますより美しさに磨きがかかったように見えるが内面も関係しているかもしれない マミコさんはもともと美しい方ですが、さらに綺麗になっているのは、見られる立場になったからなのかもしれません。その意識が女性をより輝かせます。そういった内面的な変化もあり、それが表情に出てきているのでしょう。今後、こうした公の場に出てくる機会が増えれば、ますます慣れて、自分に似合うメイクもわかってくるはず。これからも、 より美しくなるでしょうね。夏目さん、ライフスタイルの変化。ロサンゼルスで新婚生活を送る間に変貌を遂げつつあるマミコ夫人。美貌以外でも変わったことがあるよう。マミコさんは以前、よくドジャースタジアムに観戦に来ていましたが、6月くらいからほとんど来なくなりました。来なくなったのは、ちょうど大谷選手の新居報道があったタイミングだったので、 もしかしたら報道が関係しているのかも。体調を不安視する声もありましたが、大谷選手とレッドカーペットを元気そうに歩いていてよかったです。在米ジャーナリスト、イカドウ。大谷が購入した約12億円の豪邸についての報道が大谷側を激怒させ、日本テレビとフジテレビが出勤になったと一部で報道された。 フジテレビは7月5日の定例会見で高校一社長が出勤については否定しつつもご迷惑をおかけし大変申し訳なく思っていますと謝罪この騒動が大谷の取材対応にも影響を与えた可能性が7月上旬に大谷選手は試合前の取材に今後対応しないと代理人から報道陣に通達がありました エンゼルス時代の大谷選手は取材をかなり制限していましたが、ドジャースに移籍してからは予定にない取材も応じるなど、対応は良くなっていたのに。取材拒否は試合の準備に集中するためとされていますが、テレビ局の報道のせいと考える人もいます。新居をめぐって想定外のことが起こったが、愛犬や愛妻が癒しになっているのかも。 大谷選手はあまり球場にはいないようにしていると話していました。すべてを野球に捧げているイメージや球場に住んでいるとファンの間で囁かれていたこともありますが、昨年にデコピンを買い始め、今年2月には結婚を発表。ライフスタイルも変わったのでしょう。全室スポーツ指記者。こう私どもに激動の年になっているが、家族で支え合って、 より良い方向にあっと驚く進化を見せてもらいたい。夏目園20年以上にわたって美容専門のライター、編集者として活動。昨年よりメルボルンに移住現在はオーストラリアの美容をはじめ、国内外の美容情報を発信する。